ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォが主催のパーティーでございます。ありがとう。この豪華料理、料理がすごい。私が大好きなお店三軒茶屋のタイプで、まずはですね、乾杯をしたいと思いますので、はい、じゃあ乾杯。今日はなんでこんなパーティー形式にしたかというと、ダンチェインが、はい、バンド結成25周年本当にだからアマチュアもう楽器始めた時から組んでた。何歳なんですか？中学校の時に13、14歳バンドって長くやっていくと、どうしてもその喋ることは喋るし、喋んないことは喋んないしみたいな関係になってくるんで、今日はテーブルを囲んで、はい、みんなでご飯を食べながら、はい、なんか懐かしい話でもしながら、はい、今の心境の話でもできたらなっていう。いや、ありがたいです。もうこんな機会はない、はい、まあ、この3人だけで絶対に訪れない機会、うん、けどまずご飯が冷めちゃうから食べましょう。はい、はい、いただきます。割る感じ。あ、割るのかこれ。すげー。おー、これ初めて。おー、これ美味しそうだね。うん、めちゃめちゃうまいですね、これ。まあ、せっかくパーティー形式をやらせてもらったんで、そして今日この動画をクリスマスにちょっとあげたいなと思ってて、はいはい、せっかくなんで今日はクリスマス限定企画で、幼馴染でちょっと気恥ずかしいかもしれないんですけど、その3人が3人にプレゼントを渡し合うというプレゼント交換です。これ恥ずかしいです。恥ずかしいですよ。で、谷川さんが吉田さん、はい、吉田さんはじゃあ谷川さん、はい、谷さんで僕が谷川さんですね、はい、吉田君、これすごい、これでも袋めっちゃ可愛いです。これ翔君じゃあ、ありがとうございます。プレゼントもらうこととかありますか？いや、メンバー感はもうやっぱないよね。なりましたが、これ結構ね、僕あの絵とか結構好きなんで、色鉛筆、色鉛筆、ね、これ超素敵なんですけど、すげえ、何百年か続いてある老舗の1761年1700だった。
すごいユニークな絵を描いてくれるんですけども、はい、昔から好きで小学校時代から同じ絵描いてたんですよ。で大人になって改めて見るとこの独特の絵他に描けよしは見えたのかな。だからアートを感じてしまう。ああ、しっかりクリスマスキッチンなんだ。今度はそんな吉田さんから谷さんに、はい、ありがとうございます。おおバンズ、バンズ、タニ君はもうバンズなんですよ、はい、昔からこの色は持ってないだろう。おお ちゃんと色見ていいですか、肉眼で。おおあーだす次のリハとかに履いてなかったらダメなやつ。いやいやいや、ちょっと僕ちょっと履いてきたらちょっと恥ずかしい。そんなタニさんは現物はないってことですか。ないです。どうやって表現しますか。オーディオテクニカのレコードプレーヤーを。おーマジで。おはい、レコードプレーヤーないみたいな話をしてて。レコード持ってないですよ。してて。いやあのでも僕レコードプレーヤーね、あの買ったんですよ。あはあはあ。数年前に一回挫折して、はい、それも捨ててるんですよ。これがやっぱ25年やってるバンドだなって改めて思いました。距離感いい感じの距離感じゃあちょっとじゃあ本日届いたリアクションもいただけると、はい、アンケートプレゼント交換でした。あ改めまして今日はクリスマスパーティー、話しのさんもう一個あるんですよ。え、何ですか。我々、はい、アンチミンから、はい、話しの、マジっすか。俺ですか。メリークリスマス。うわあー、なるほど、ありがとうございます。来たねウイスキーいただきました。ありがとうございます。スタッフさんから連絡いただいて、大切な友人にそのウイスキーをプレゼントしたいどんなのがいいですかって相談いただいて、うん、今思うと恥ずかしいくらい熱弁しちゃって読むのも絶対いいっすよ。したらブーメランで帰ってくるって言って今街がここだった。すいませんでした。ということで、本日のゲストはもう結局めちゃくちゃ優しい先輩でした、アンチェンでした。ありがとうございました。いただきます。ということで今年のクリスマスはタナブロとアンチェインからクリスマスソングをお届けいたしました。この動画を見て一部にでもほっこりしてくれたら嬉しいです。1月の19日にアンチェインのニューカバーアルバムが発売されます。そしてその日にアルバムの中から2曲セッションした動画をアップする予定です。タナシンもペース弾いてます。来月楽しみにしていてください。ワイワイ過ごす人もぼっちの人もほっこりクリスマスをお過ごしください。それではまたね。ファイヤー、楽しんでした。メリークリスマス、ハッピー。